農業に関する専門的な知識や技術を学ぶ葛城町の県農林大学校で今日卒業式が行われ、14人が農業の担い手として新たな一歩を踏み出しました。今日、葛城町の県農林大学校で行われた卒業式では、小畑敏輝校長が卒業生、一人一人に卒業証書を手渡しました。 卒業したのは果樹・野菜・柿の先行コースに分かれて栽培技術を学んだ園芸学科の11人と、先行コースに加え、農産加工と農業経営について学んだアグリビジネス学科の3人です。式では小畑校長が過去の自分より成長できるよう失敗を恐れず、新しい物事に果敢にチャレンジしてほしいと花向けの言葉を送りました。 これに対し、卒業生代表の中村翔太さんは、「ここで学び得た知識、技術や思い出を糧に、夢と目標に向かって日々努力を重ねていきます。」と誓いの言葉を述べました。卒業生は、収納や農業関連企業などに就職するほか、海外研修でさらに知識を深めるということです。